So, Kawhi, tell me about yourself and what would you like people to know about you? I'm a fun guy.危ない、やめとこ。絶対滑るはもう5回ぐらいやってるから、このチャンネルで。これ滑るんちゃうかなって思う時にやめた方がいいね。自分のブレーキの言うことを聞かないと、後で後悔することが多いから、もうやめときます。もしモノマネを見たかったら、この動画をクリックしてみてください。I'm a fun guy. You know, obviously I love the game of basketball.But you're gonna have to ask me more questions in order for me to tell you about myself. I can't give you the whole spiel. I don't even know where you're sitting now. 今日は河合レナードがひょっとしたらこれからもトロントラプターズに残るんちゃうかという可能性について語りたいと思います。リフト AF。こんにちは、リフトです。カワイ・レナードと言ったら NBA ではトップ5の選手。下手したらレブロンや KD よりも上で一番上手い選手やという人もいるぐらい魅力的な選手ですね。今はトロントラプターズのエースとして活躍してて、来年フリーエージェントになった時もトロントに残る可能性が結構高いというふうに言われてますが、たった数ヶ月前はこういうふうに思ってる人が少なかったんですね。トロントには残らんやろうと思ってたわけです。なぜみんなの意見がこういうふうにコロコロコロって変わってきたかを理解するためには、まずはカワイが前追ったチームサンアントニオスパーズになぜ痛くなくなったかっていうのを理解しないといけないと思います。昨シーズンスパーズに追ったカワイ・レナードは太ももの怪我のせいで12月まで試合に出場できなかったんです。これまた厄介な怪我やったんです。もともとはプレシーズンだけをミスるって言われてたんですけど、うまく回復することができなくて伸びて伸びて、結局12月の半ばまでリハビリをし続けないといけないことになってしまったんです。でもまあ12月になってスパーズのメディカルスタッフも OK を出して、カワイはバスケができるようになり、ニックスも普通にボコられ、全て元通りになってよかったなーって思ってたんです。ところが1ヶ月後に実は怪我がちゃんと治ってなくて悪化してしまってたっていうのが分かり、カワイはまた休まないといけない状態になってしまったんです。このことでカワイはスパーズのことが少し信頼できなくなってしまって、少しずつチームから離れていき、チームとはつながりがない医者とかトレーナーにも見てもらい始めたんです。プレーオフに近づくにつれ、マスコミはスパーズの選手やスタッフにインタビューするときに、カワイはいつ戻ってくるんやっていう質問を聞く回数が増えていったんですね。最初ははっきりとは分からないけど、カワイのことは 100% サポートしてますっていう答えがスパーズから返ってきてたのに、だんだんと「さあ知らん」とか「だやろね」とか、なんか様子がおかしい彼女とかにこういうふうに「どうした？大丈夫？ちゅ怒ってんの？」って聞いたときに「ちゅ別に」ってようあるちょっと冷たい答えになってきたんですね。本番は怒ってて理由を聞いてほしいけど怒ってないアピールをするみたいな。例えばマスコミが「ポポビッチ監督、カワイはいつ戻ってくるんでしょうか？」って聞いた時もポポビッチは「さあね、スパーズの我々じゃなくてカワイのトレーナーに聞いてみたら大丈夫？どうした？ちゅ怒ってんの？別に。これやるか、そんなポポビッチに失礼や。どういう関係やねん。大体チームのベテランリーダートニー・パーカーはもっとストレートに、俺も同じような怪我した時カワイは100倍悪かったけどプレーしたで、という嫌味を言うたのも問題になってました。プレーオフが始まってからもポポビッチのホンマは怒ってるけど怒ってないふりをする彼女的な態度は変わらず、試合後のインタビューでは今日の試合の感想は、そうね、ラマッカさんすごいいい試合したと思うわ、何があっても文句言わないし何よりちゃんとプレーするしね、と明らかにカワイに対しての嫌味を言うてました。でもカワイからしたら信頼してたスパーズのトレーナーたちから OK をもらってプレーしたことで怪我が悪化したので、まずそこで少し信頼できなくなってしまった。その上今度はチームメイトや監督に嫌味を言われ、なんやねんって思ってたでしょうね。要するにシーズンが終わった頃にはスパーズとカワイはお互いに信頼とリスペクトをなくしてしまって、取り返しのつかない気まずい関係になってしまったんです。カワイは来年2019年の夏にフリーエージェントになるので、その時に地元 LA のチームに行きたいって言ってました。もう取り返しのつかないぐらいチームの雰囲気が悪くなってしまったスパーズは、どうせカワイをフリーエージェントとしてなくしてしまうならね、契約延長を望まないやろうから、それやったらいい選手とトレードする方がマシやと思い、例のトロントとのトレードをしたんです。その時にスパーズにやってきたデローザンの動画も作ったんで、まだ見てない方はぜひ見てください。このトレードに関してはいろんな意見がありましたが、トロントアホや
やなって言ってる人の方が多かったですね。それはそうですよね。一生トロントにいたいと、心の底からトロントが大好きで、選手としても優秀なオールスターデマーデローザンをトップ5選手とはいえリスクがあって1年後は LA でプレーしたいと言ってるカワイ・レナードとトレードするっていうのは、後になってトロントからしたら後悔する可能性が高いトレードですよね。あとはカワイは寒いのが苦手で、オールスターゲームがトロントにあった時も部屋から一歩も出なかったらしいので、ね、1年に1回しかないオールスターウィークエンドの時でさえも寒いからっていう理由で街に出えへん人がトロントに残る理由って言うたら、チームが優勝戦限り残らへんやろって言われてたんです。でよう考えてみると、もう一つ大きなリスクがあって、カワイはほんまに怪我から戻ってこれるのか、で戻ってきたとしても前のトップ5選手のカワイで戻ってこれるのか、あとは新人の時からスパーズにおったカワイはスパーズ以外のシステムでほんまにプレーできるのかっていろいろとね疑いがあったわけです。どう考えてもカワイが LA を蹴ってトロントに残るっていうのはないやろっていうのが一般的な考えあったんです。じゃあなぜシーズンが始まって2ヶ月も経ってない今、条件もそんな変わってないはずやのにカワイがトロントに残るって思ってる人が増えてるのか。一つ目の理由はスパーズにおった最後の何ヶ月とは違ってカワイがハッピーそうやし、トロントにも大切にされリスペクトされてるってのが分かるってことです。社長のマサイ・ウジリはもちろん、監督のニック・ナースもポポビッチはカワイがいいリーダーじゃないと言うたがとてもいいリーダーやと思うと褒め、トレードされたデローザンの親友、そしてラプターズのもう一人のエースカエル・ラウリーも、デローザンがトレードされた時はラプターズに裏切られて辛かったけどカワイのせいじゃないし、やつのことはリスペクトしてる、今このチームで一番上手い選手はカワイやと言うてました。おまけにスパーズで7年間チームメイトをやってたダニー・グリーンが今年は一緒やし、ラプターズは去年までスパーズでビデオコーディネーターとして働いてたカワイの親友ジェレミー・キャスルベリーを雇ったってのもカワイが気分よくプレーができる理由の一つやと思います。実際にグリーンもカワイが今年が今までで一番ボーカルやって言ってたし、何よりねメディアデーであの鉄仮面のカワイが笑ったっていうぐらいですから、ほんまに楽しめてるんやと思います。カワイはねスパーズにちゃんとリスペクトされてるなって思ってたらスパーズに残ってたと思うので、基本的に誠実で一つのチームでコツコツと頑張るタイプのカワイはもしラプターズでリスペクトされ続けたら LA に行かずにトロントに残る可能性は高いと思います。2つ目の理由はチームが予想以上に調子いいってことです。 NBA で1位ですからね。もちろんカワイが来る前からデローザンがおった頃からラプターズはレギュラーシーズンでは強いチームやったんで、プレーオフになるまでは本番の強さはわからないです。でもデローザンよりもカワイの方が選手としては上やし、若い連中が去年よりもたくましくなってるので、レブロンのいない東でイースタンコンファレンスチャンピオンになり今年決勝まで行くっていうのは全然あり得ると思います。そしてその若いやつらを育てていけばこれからもレブロンに代わってカワイがキングでイースになるってのも十分に見えるシナリオです。 LA とか西のチームに行ってしまったら決勝に行くまでにウォリアーズに勝たないといけないので、それを考えると東の方が楽ですよね。優勝経験があるカワイにとっては毎年優勝候補であることは大きい条件やと思うので、これもラプターズに残る可能性を高める一つの理由やと思います。3つ目の理由はカワイは自分のブランドを広げたいということです。3月頃にカワイがジョーダンブランドからの4年間にわたる20ミリオンドルの契約延長オファーを断った時に、他のスーパースターに比べて自分のブランドの価値が低いことが不満やったってことが明らかになったんです。なんで同じレベルの選手レブロンや KD はジョーダンブランドに年間で20ミリオンドルもらってて、ステフもハーデンもアンダーアーマーとアディダスに15ミリオンずつもらってるのに、なんで俺の契約は5ミリオンやねん、ふざけんなと。これはお金の問題というよりかはこの動画で何回も言うてるリスペクトの問題が大きいと思います。なるほど、じゃあこれからブランドを広げるんやったら LA が一番やろうという人もいると思いますが、それやったらニューヨーク来てもええで、ね、うん、全然かわいい、大歓迎や、大歓迎。ただ単にブランドを広げるだけではなく、ハワイ自身が納得できるやり方といえば、性格的に LA みたいなマーケットよりもトロントが合ってるような気がします。 LA やニューヨークに比べてトロントはごちゃごちゃしてない、でもかなり大きいマーケット、うまくいって決勝まで行ったりすればカナダにある唯一のチームなので、カナダ全体のヒーローになる可能性かってあるんですよ。これは LA でさえもできないことです。しかもレイカーズとかに行ってしまった日にはブランドを広げるどころかレブロンに全部持っていかれちゃうので、それはカワイは何としても避けたいはずです。つい最近カワイはニューバランスと
年間5ミリオンは軽く越してる契約をしました。ニューバランスがバスケ界で靴を作るのって80年代のジェームズ・ワーズィー以来やし、ニューバランスって言ったらかっこいいっていうイメージよりはおじさんやおばさんが喜びそうなイメージですよね。履きやすいわ、軽い軽い、すごいわねこれ、履き心地いいわこれは、うん、物がいいっていうのがすごいわかる。ちょっとお父さんもちょっと履いてみて、今度、うん、いいわいいわ、今度っていつよ、もう早い、1分で終わるから1分もかからない、いいでしょ、履き心地いいでしょ、まだ履いてません、うん、でもほんまに言うわ、今までで履いた靴の中で一番歩きやすいかも、どうお父さんね、履き心地いいでしょ。と首をかしげながら素直に認めたくはないけど、ほんまはお父さんも履き心地ええなと思ってるようなブランドですよね、ニューバランスって。普通の NBA スーパースターやったらニューバランスと契約をするなんて絶対にありえないけど、明らかにカワイにはカワイのやり方があるんですね。そういうイメージを持った選手やからこそ、優勝回数が NBA の歴史で2番目に高い LA みたいなメジャーな都市には行かずに、決勝に1回も行ったことがないラプターズを強くするってのがブランドに合ってると思うし、広げやすくなると思います。そして4つ目、最後の理由はお金。トロントに残ったらカワイは5年間190ミリオンのマックス契約がもらえる。そして他のチームやと4年間141ミリオンぐらいしかもらえないってことです。まあスパーズに残ってたら5年間221ミリオンのスーパーマックス契約をもらえたはずのカワイにとっては、正直お金はそこまで優先度が高くないのかもしれませんね。以上です。ラプターズがプレーオフの1回戦とか2回戦とかで負けたりしたらクリッパーズとかに行ってしまうかもしれませんが、今のところラプターズに残る可能性が一番高いと僕は思います。皆さんはどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広げていきましょう。デハデハ、では。